東京の初雪初雪は、その冬初めて降る雪、または新年になってから初めて降る雪のこと。あるいは、その雪が降った日のこと。範囲後は、終わり雪である。気象庁及び各地の気象台が発表する、初雪の定義では、その冬の最初に雪か、みぞれによる降水があった場合を初雪とする。鉱山では夏に雪が降ることもあるため、鉱山では、 その年の日平均気温が最も高い日以降、初めて降った雪を初雪とする定義があるが、富士山などで観測が廃止された現在は、終わり雪から初雪まで長い期間のある観測地点しか存在せず、統計上は考慮の必要がなくなった。観測地点は、日本国内各地の有人気象観測所58カ所のうち、 沖縄県の4カ所と鹿児島県なぜを除く53カ所及び自動観測数カ所である。1997から2010年にかけて行われた速攻所の廃止により大幅に減少した。北海道の特別地域気象観測所数カ所など一部では景気による自動観測に切り替えて初雪の観測が続けられているところもある。初雪が観測される時期は 毎年ばらつきが激しい。各地の初雪が観測される。平年の時期は、北海道、東北山間部では9月後半から10月中旬にかけて、同じく内陸や平野部では10月中旬から11月上旬頃である。新越地方、北陸地方は11月中旬から12月上旬、北、関東、山梨県、岐阜県、滋賀県、賀県北、近畿、 山陰は11月下旬から12月中旬にかけて、関東平野部、東海、京阪神、南紀、山陽、四国、北部九州の平野部では12月中旬から1月上旬にかけて観測される。東京など関東南部から九州南部にかけての太平洋沿岸部は、初雪の観測が遅く、年明けの1月以降の地域が多い。これらの地域では、 南岸低気圧によりもたらされる雪が初雪となる場合がほとんどで、年によっては静岡や宮崎などで初雪そのものが観測されなかった年もある。また、冬でも温暖な小笠原諸島や南西諸島では基本的に雪は観測されない。なお、2004年に速攻所が廃止されるまで富士山は最も初雪が早く、 1971から2000年の平年値で9月14日であった。富士山では7月や8月にも雪が降るので、その年の日平均気温が最も高い日以降という定義が適用されていて、初雪になりうる、雪の後もっと暑くなり、それが終わり雪に変わることもあった。最も早い初雪は1963年の7月31日だった。初雪の時期は普通。 その冬初めて最低気温が摂氏0度以下になる。冬日初日に近くなるが、一致はしない。雪は地上の気温が摂氏0度以上でも、条件により完全に溶けずに、雪として降るためで、気温、湿度、切片の大きさの三つが大きな要素である。雪の落下の過程で、湿度が低いほど、消火や蒸発に伴う冷却作用が長く、持続するため、 より高い気温でも溶けきらない。詳しくは雪雪、みぞれ、雨の境目、雪の目安を参照。降雪の、おおよその目安は、850ヘクトパスカル、高層天気図において、摂氏0度以下で山地で雪、低、摂氏6度以下で平地で雪、また500ヘクトパスカル高層天気図において摂氏30度未満で、平地で雪とされる。 北海道北海道内の観測干所で最も早い。初雪は旭川で1898年10月2日。最も遅い初雪は釧路で1928年12月9日。札幌で最も早い初雪は1880年10月5日。最も遅い初雪は2018年11月20日。 東北地方仙台で最も早い初雪は1995年11月8日。最も遅い初雪は1927年12月19日。関東地方東京で最も早い初雪は1876年と1900年の11月17日。最も遅い初雪は2007年の3月16日。1973年1月7日から1973年の 冬は東京で2日しか雪を観測。2002年12月9日東京で初雪を観測。12月としては1991年以来となる積雪も記録。2007年3月16日東京で最も遅い初雪を観測。この冬の終わり雪は4月4日であった。 2016年11月24日東京で1962年以来となる11月に初雪を観測、積雪0センチメートルも記録した。東海地方名古屋で最も早い初雪は1904年11月7日。一方で最も遅い初雪は119年前の記録を更新した2020年2月10日。平年より52日を遅い初雪を観測した。 岐阜で最も遅い初雪は平年より62日を遅い初雪を観測した2020年2月10日、85年ぶりに観測史上最も遅い記録を更新した。つで最も早い初雪は1922年11月27日。一方で最も遅い初雪は1969年2月4日。 近畿地方滋賀で最も早い初雪は1904年11月6日。一方で最も遅い初雪は1935年1月16日。京都で最も遅い初雪は、平年より47日遅い初雪を観測した2020年1月31日。4年ぶりに観測史上最も遅い記録を更新した。奈良で最も早い初雪は2013年11月29日。 一方で最も遅い初雪は平年より58日を遅い初雪を観測した2020年2月8日4年ぶりに観測史上最も遅い記録を更新した大阪で最も早い初雪は1938年11月12日一方で最も遅い初雪は1996年4月12日神戸で最も遅い初雪は 平年より53日遅い初雪を観測した2020年2月5日、4年ぶりに観測史上最も遅い記録を更新した。また、この観測が自動判別になって以降で初めての初雪発表となった。和歌山で最も遅い初雪は平年より51日遅い初雪を観測した2020年2月6日、56年ぶりに観測史上最も遅い記録を更新した。 中国地方岡山で最も早い初雪は1938年11月12日。一方で最も遅い初雪は平年より44日遅い初雪を観測した2020年1月31日。統計開始以降最も遅い記録を56年ぶりに更新した。広島で最も遅い初雪は平年より58日遅い初雪を観測した2020年2月6日。 85年ぶりに観測史上最も遅い記録を更新した。山口で最も早い初雪は1950年11月14日。一方で最も遅い初雪は1905年2月6日と平年より60日、遅く115年ぶりに過去最も遅い観測となった2020年2月6日。 四国地方高松で最も早い初雪は1966年11月21日。一方で最も遅い初雪は平年より45日遅い初雪を観測した2020年2月6日、48年ぶりに観測史上最も遅い記録を更新した。松山で最も遅い初雪は平年より41日遅い初雪を観測した2020年1月31日。 66年ぶりに観測史上最も遅い記録を更新した。九州地方福岡で最も早い初雪は1938年11月12日。一方で最も遅い初雪は平年より51日遅い初雪を観測した2020年2月17日。111年ぶりに観測史上最も遅い記録を更新した。佐賀で最も遅い初雪は 平年より56日遅い初雪を観測した2020年2月5日、66年ぶりに観測史上最も遅い記録を更新した。長崎で最も遅い初雪は48年ぶりに観測史上最も遅い記録を更新した2020年2月17日。熊本で最も早い初雪は1938年11月12日。一方で最も遅い初雪は 平年より56日遅い初雪を観測した2020年2月17日、66年ぶりに観測史上最も遅い記録を更新した。大分で最も遅い初雪は、平年より74日遅い初雪を観測した2020年2月17日、48年ぶりに観測史上最も遅い記録を更新した。 宮崎で最も遅い初雪は1956年2月29日。なお、宮崎では初雪が観測されなかった年もある。鹿児島で最も遅い初雪は1972年2月27日。沖縄県統計開始以来、雪を延べ3日観測している。久米島で1977年2月17日と2016年1月24日。 名護市で2016年1月24日に雪を観測した。富士山最も早い初雪の記録は1963年7月31日。最も遅い記録は1943年10月16日。平年日は9月14日。AB 予報用語季節現象。初雪気象庁。2012年11月22日。閲覧。富士山の初雪は夏に降る富士山。 ネット、2012年11月22日閲覧。北海道の雪、霜、欠氷、関節、積雪、長期積雪の初終日の初日、終日の観測状況札幌管区気象台、2019年11月10日、閲覧。東北地方の季節減少仙台管区気象台、2019年11月10日、閲覧。東京における気象の記録気象庁調べ。 2019年11月10日、閲覧。2000年からの季節減少観測の記録名古屋地方。気象台。2019年11月11日閲覧。初雪。最も遅く。広島県。85年ぶり記録更新中国新聞。アルファ、2020年1月17日閲覧。季節減少観測状況福岡管区気象台。2019年11月10日。閲覧。雨。 雪について、気象庁、2019年11月10日閲覧、富士山の初雪はいつ初関節とは山梨日日新聞社、2019年11月10日、閲覧、ありがとうございます。